はいどうもこんにちは、ゆきおです。今回はこちらのフィギュアを見ていきます。ドラゴンボールグリッター&グラマラスブルマ全2種となっております。グリッター&グラマラスシリーズは前回こちらをやりましたね。18号ということでね、こちら出来がすごく良かったので今回も楽しみです。パッケージの大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいになります。パッケージを回していきましょう。側面は大きく写真が載っておりますね。そして裏面ちょっと後で見ます。はい、反対側の側面は全身像が載っております。天面デザインです。そこはい、今回2種類というのはこちらのカラーですね。今紹介しているカラーがこちらです。多分アニメバージョンかな。こちらは、よくわかりませんが原作であった色なのかな。うん、そんな感じがする色使いです。紫になっておりますね。店頭で見たときはこっちの方がちょっと高かったですね。こっちの方がレアなのかもしれません。僕は、アニメイメージが強いのでこちらを購入しました。では早速開けていきましょう。あ、これも前回の通りですね。ほとんどが空洞という仕様になっております。このグリッター&グラマラスシリーズはね、ドラゴンボール以外にも、ワンピースも展開してるんですけど、僕はあんまりワンピースはね見てないし分かんないんでそっちは買ってないですね。内容物構成はこのようになっております。ヘッドパーツ、上半身パーツ、武器と腕パーツ、そして下半身パーツですね。あと台座。はい、全てのパーツを並べるとこんな感じになります。ちょっと見ていきましょうか。まずは武器から。うん、割と丁寧な造形なんじゃないでしょうか。ちゃんと穴も開いてますね。上半身パーツです。ここがちょっと気になるかな。この辺ね、分割点が、まあ仕方のないことなんですけどね、プライズですから。まあでもちょっと気になるところですね。上半身はこんな感じです。まあ、台座はいいか。下半身パーツです。これもよくできてますね。拡大してみるとね、こういうところに黒いブツブツが混入されていたり、この辺はプライズクオリティなんですけど、造形自体はねすごくよくできております。この辺のブーツの質感とかも、ね、いいですよ。顔もねめっちゃよくできてます。これはブルマだわ。まあ、プライズなんでこの辺の尖り具合とか甘い部分はありますね。まあ、それがあるとしてもいい出来だと思います。では組み立てていきましょう。上半身と下半身を合体、ヘッドオン、ヘッドパーツを合体、そして武器、ハンマーコネクト、最後に台座。はい、グリッター&グラマラスブルマ完成です。一瞬見ていきましょう。全体はこんな感じです。いや、これほんとよくできてんな。まあ、気になる部分がないわけではないですね。台座がちっちゃいのでこのように不安定ですね。もしかしたら部品の歪みがあるのかもしれないですね。お湯ポチャしたら治るのかもしれません。あとは組んでて思ったのは、18号の時よりかなり精度が良くなってるんじゃないかと思います。18号はね、部品の合わせ目とかね結構隙間が空いてたりしたんですけどね、これはそういうのがないですね。まあ薄着っていうのもあるんですけど、うん、どこを見ても大丈夫ですね。隙間が空いてるってことはないですね。大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいになります。結構でかいんですよねこのシリーズ。うん、今のところこのシリーズのドラゴンボールキャラはハズレなしですね。これはいいわ、出来がいい。これは握らせるのが正解なのかな。うん、そのようですね。これが正解のようですね。うん、そしてもう一ついいところはですね、塗装が限りなく抑えられてるところですね。例えばここの赤い、靴下部分、
ここも別パーツですね。ここは別パーツ。さすがにこの辺の色分けはね、黒の部分塗装になってるんですけど、その下の灰色の部分はこれ別パーツですね。うん、いい。細かい色分けがパーツごとに分かれておりますね。ナイフの部分とかは塗装になってるんですけど、塗装自体は綺麗ですね。ベルトやバックルも塗装になってますが綺麗です。あとはこの辺のプリント塗装ですね。この辺も綺麗ですね。ブラヒモのところも特に目立ったはみ出しはなし。はい、そして塗装に関しては、ベタ塗りですね。プライズ特有の陰影のない、色分けになっております。なので今回も前回の18号の時みたいにグラデーションを入れていこうと思います。はい、それでは色塗り完成したので一瞬見ていきましょう。こんな感じですね。はい、では近くで見ていきましょう。作業工程に関しては、前回の18号とほぼほぼ一緒なので、詳しい説明は省いております。顔は、目の周りに影をつけたりして情報量を増やしております。頬にはチークが入っております。ボディは、グラデーションの効果が顕著に出ておりますね。デニム生地や小物類には陰影をつけております。
それではいつものようにじっくり見ていきましょう。ちなみに前回の18号と比べるとちょっとだけブルマの方がでかいですね。はい、というわけで今回はドラゴンボールグリッター&グラモラスブルマでした。これ以外にもおもちゃやフィギュアの動画などいろいろ上げておりますので、よかったらそちらの方もご覧ください。あとはチャンネル登録や高評価コメントなどお待ちしております。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。あげるよ、ロマンティックあげるよ、ときめく胸にキラキラ光った夢をあげるよ。